今こっちも完全に浮いてる状態で、あれ？これどうやって？あれ？これどうやってくっついてたっけ？これも止めてたんだっけ？ん？これも外すの？ん？なんか壊しそう。壊しそうだから記録として残しておく。どこをどうやったか。これ外していいっけ？なんか、あ、外していいね。あ、やばいやばい。で、これ、あ、これも外すのか。わかんなくなりそう。これも外して、なんか4号のギミックがさ、こんだけなのとか言って4号かわいそうっていうコメントがあって、確かになんか子供のおもちゃかよみたいなコメントがあったけど、待って、壊しそう。ちょっとこれを外しました。これはこうです。で、なんかこのナットをさ、見て見て。これ、角っちがピッて出てるでしょ？これはちょっと斜め？これも角っちが上ピッて向いてるんだけど、で、上向いてるやつは確かに、まあ入ってる。で、こっちもまあ入ってる、まあちょっと隙間あるけど、で、これ全然入ってなくて、ここが平らなんだよね。それをなんか角っち、こういう風に角っちにしたら入るよって言われたので、ちょっとやってみたいと思います。飛んでくかな、こんなことしたら。爪楊枝でもいいかな、入らん。もう結構ギューって入れちゃってさ、あっ、おお。で、これを上が角っちになるように下から角っちを入れます。こうね。あ、入った入った、まあまあ入りました。さっきより全然入ってる。もっと入るかな。力技っていう人もいたので、力技で一個入った。ギューって入ったわ。ギューギューギュー。角っちだけなかなかギューができんけど、できた。これを元に戻せるかだね。あとはまずはこれをこうです。で、ネジを4つここにつけましょう。これでうまくいくかな。おっとっとっと、よいしょ。対角線がいいかな。これでうまくいったら、ほんと YouTube で聞いてよかったってなる。
で共有。まだみんな作ってないもんね。みんなも気をつけてね。ちょっと軽めに止めとく。ほんで、こう。逆じゃないよね。こうかな。あー、どっちだったかな。ちょっと画像を見直そうと思います。完全に浮いてる状態。はい、これこっち向きでした。こっち向き、しかもあんまり映ってなかった。こう向きでこうでした。入ったよね。これ完璧入ってる気がするし、こっちもさっきめっちゃ浮いてたのが入ってるから、あとはこれを回して浮いてこないかだね。それから、なんかあんま締めすぎると反っちゃうよっていうのも聞いたので、そんな締めすぎずいこうと思います。こっちは確か良かったんだよね。だったっけ？どっちがどっちかもわかんない。今のとこ大丈夫。問題こっちだったっけ？逆だったっけ？ああ、逆逆。どうでしょう。とっとっとっと。お？いいんじゃない？あ、うい、隙間あり。という気がするけど、そうでもない？あ、押しながらだったもんね。押しながら、隙間埋めつつ、でも大丈夫かも。この状態でギュッと締める。いいじゃない？いい気がする。いいじゃん。できた。できた、できた。隙間なくなりました。ほら。ありがとうございます。これね、この技ね、ペイスケさんが教えてくれました。こっちもちょっと、若干締めとこうか。もうちょっと。できた。できた、できた。オッケー。わあ、ナットに向きがあったんだね。できました。ペースケさんありがとうございます。皆さんも心配してくださってありがとうございました。治りました。